今ボレーを決めたサバティの方はオーストラリアンオープンはベスト4準決勝でフェルナンデスに敗れました。87年、そして去年の東レ大会のチャンピオンです。入ってます。簡単なボレーです。この辺のサバティーンの、まあ、プレイスメントといいますか落とすところが、そうですね、今日はその前のストロークが非常に鋭いですからね、ですからボレーをそれほど難しくないボレーで決めてますよね、はい、組み立てやすい、まあ、好調さというのが現れています。まあ、最近のサバティーンにしてはちょっとネットポイントが少ない方ですけどね。でも結構前出てきた時は逃さないですね、はい、お互いに3ポイントずつ。伊達は第2セットはもう2つブレイクされています。アウトという声が聞こえました。フォーティーラブ。両者の打つ時の声が聞こえるようになりました。入ってます。サバティーンにも返す。長い。第2セット4ラブとなりました。いやーこれはですね、厳しいですね。もう伊達としてはこれ以上ないいいボール打ってますよね、ところがサバティーニがですねよく追いついて返してくるもんですから、どうしても最後バランス崩すのが伊達の方になってますね。これはもう伊達が悪いんではなくてサバティーニがうますぎます。ああこのボレーが外れました。第1セットは伊達が第1ゲームをいきなりブレイクしてリードしたんですが、すぐにブレイクバック。第8ゲームにサバティーニにブレイクされて 6-3 というスコア。第2セットはすでに伊達が2つ落としています。前出ます。チャンス。これはいいところでした。さあ内山さん、伊達としてはまあ2つ先にブレイクされてしまいまして、はい、まあ、とにかくここは難なく切り抜けなきゃいけませんね。そうですね、やはり今みたいにですね、思い切ったプレーをどんどんするしかないですね。もう、はい、第1セットはちょっとその思い切りという面では躊躇した部分が多く目立ちました。逆クロス乗ってます。伊達のサーブも悪くはないんですけどね、今日のサバティーニはリターンの時必ずもうなんていうんですかね、体を前に乗せてきますよね。打ち終わってからもああいうふうにですね、必ずボールに体を乗せてきますよね。踏み込みが非常に強いです。ですからボールに威力が出てるんですね。サティオール
まあ、イメージ的にこうサバティーニはちょっと重心が後ろに下がって、そうなんです、お尻が引けながらそっくり返って打つというイメージがありますけどね、はい、もう悪い時のサバティーニはまさにそれなんですけどね、今日はもうどんどん前踏み込んでますね。拾ってます。どうだ、これです。惜しいですね。今日はああいうのが厳しいとこを狙わなきゃ決まらないだけにですね、伊達もちょっと無理して厳しいとこを狙いすぎてますね。それと伊達がいつも攻めてて、サバティーニがベースラインの後ろにいるというのが一番いい形なんですけれども、今日はサバティーニがベースラインより後ろ下がらないんですよね、ストローク打ち合ってて。そうですね。向こうサバティーニがブレイクポイントです。落としました。5-0です。いやー、5-0となってしまいました。セカンドセット5ラブ、サバティーニが大きくリードを取っています。俺は好きだよ。そっちはどう？マサオは？マサオ、それはよかった。え？あ、こっち魚うまいから栄養は十分、健康そのもの。早寝早起き整理整頓。男の愛情、男の保険、日生ロングラン。日生。カメラの音が小さくなった。ビーサイレン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 。あなたのが欲しいのです。サイレントイオス新発売。 USM レンズも充実、さらに快速快適へ、イオスシリーズ。ハイテク技術で競われるアメリカズカップで、今東レのカーボンファイバートレカは世界の主要なチームに選ばれ使われています。記録を塗り替える、明日を塗り替える、トーレの技術です。トーレ、the best material。 トーレです。非常に苦しい表情の伊達、まあ、苦しいというのはスコア的にもう追い込まれてしまいました。第1セットは 6-3、 第2セットが 5-0 です。とにかくこれからはトップ10に入っている選手をどんどんやっつけたい、トップ20位の選手と戦いたいという意気込みを話して、そしてサンチェスを破って今日の準決勝、去年の夏サバティーニを破って世界中に大きなニュースをもたらしました伊達。ジュースを口にしながら今どんなことを考えているんでしょうか。場内がちょっとざわついています。第1セットが 6-3、 第2セットが 5-0、 サバティーニが大きくリードしています。もうすでにサバティーニが3つ伊達のサービスをブレイクしています。内山さん、もう暗苦しくなりましたね。そうですね、これマッチゲームの第6ゲームに入ります。なんとかこの伊達に頑張ってもらいたい。まだ勝負は終わったわけではありません。日本の伊達、頑張れ。ネットに詰めてボールが返ってきません。
クロスもアウト。内山さんどうですかね。いやこの両者の戦いここまで。サバティーニがですねこれだけいいテニスをしますとねなかなかやはり世界の3位ですよね。はい。まあ、伊達はとにかくでも一本でもですね食らいついて足元にボールを返すことですね。この辺の打ち合いは負けていません。取りました。いやラリーが続きましたが内山さん負けてはいないんですよね。こういうストローク。ただ今日はサバティーニのボールのコースがですね全体に非常に厳しいところに入りましたよね。今までそういうところで打ち合いでは負けてないんですけどね。はい。追い詰められている伊達。なかなか前に出られません。バックハンド決まっています。ようやく伊達らしさが見えてきました。しかし第2セットも第6ゲーム 30-40 です。今おっしゃった通りこれは伊達の得意なショットですよね。ストレートへ。さあチャンスです。どうだ取ってます。もう一本帰ってる。さすがに読んでますので左に走りましたがサバティーニは正面をつきました。デュース。いやでも左手一本のねあの持ち替えての、よく返しますよね。あれは結構ね相手にとってはね意外なんてね慌てるんですよね。もう一本返してますよね。真似しろってしてもさすが、さすがプロ。なるほど。さあ頑張ってほしいところです。デュース。汗びっしょりのガブリエラ・サバティーニ力が入ります。取れる。軽くボレーで返しました。さあアドバンテージサバティーニ。いよいよマッチポイントを迎えました。連勝させてなるものかという今日は終始厳しい表情、厳しいテニスをしてきましたサバティーニ。こちら日本期待の伊達。フェス。決まった。ノータッチエース。サバティーニが勝ちました。日本全国のファンが見つめた伊達とサバティーニ。最後はサバティーニのもう気迫あふれるノータッチエース。7500人超満員のお客さんが湧いています。準決勝スコアは第1セット 6-3、 第2セットは 6-0。 全く第2セットはサバティーニの方が伊達を寄せつけることはできませんでした。これで2年連続決勝の進出を決め世界3位の貫禄を見せました。内山さん、はい、期待してたんですがさすがにサバティーニですね。逆に言えばですね、やはり世界の3位のプライドもありますしね、
それからあのこの前の対戦で敗れているということで、はい、逆にサバティーニ、あ、伊達の方がですね、思ったその作戦じゃない作戦できたような気がするんですね。ですからこれだけ早いテンポでサバティーニがやってくるとは私自身も全く予想してませんでしたし、はい、伊達とかあの酒井コーチもちょっと予想してなかったんじゃないかなっていう気がするんですけれども、ただまああの逆に言いますとね、まあ、1回対戦してこういうことになったわけですから、今度はあのこれで一勝一敗ですよ ね、 そうですね。でこの次のですね対戦というのが逆に非常に面白くなりますね、はい、今みたいなやり方でサバティニが勝ったわけですから、今度は伊達がですねその前回と今回合わせてですね、この次サバティニやるときはどういうふうにやったらいいかということを考えると思うんですね、はい、大きな拍手に送られまして大熱戦を戦いました両者がこのコートから消えていきます。木島選手と並んで日本人初めてこの東レパンパシフィックオープンテニスベスト4の記録を残しました伊達選手、惜しくもサバティーニ選手の前に涙を飲んだという準決勝でございました。